はい、皆さんこんにちは、スーパー GT タイムスでございます。今日はですね、まあ、いつもの恒例のペナルティ解説でございますね。2024オートバックスーパー GT 第4戦富士のペナルティ解説をお届けしたいと思います。はい、ではですね、はい、まず結果からいきましょうか。はい、レーザーポインター、はい、まず優勝したのは、8号車の ARTA ということで、で2位がスタンレー、3位がキーパーと、まあ、シビック早かったんですけど、まあでも一番びっくりするのはやっぱ au の7位ですよね。これが一番びっくりしたのは、僕はやっぱ早いなっていう。で、あとはモデューロが初ポイントですか、今年。そんな、あ、初ポイントじゃないか、2キロあるから。だけど6位まで来ましたね。もうちょっと上行けそうな感じですよね。まあ、次、鈴鹿なんでね、鈴鹿だとシビックどうなんですかね。ちょっとその辺が微妙ですけど、どちらかというと、やっぱスープラ速そうな。あ、Z か、でも Z が次は来そうな感じですね。なんかこう、入れ替わり立ち替わり、いろんなマシンが上位に来て、なんか、ある意味いいバランスになってきてんのかなっていう感じもしますけどね。まあ、というわけで、まあ、6キロって軽いサクセスウェイトも生かして、勝ったと、まあ、今回勝ったって感じですね。まあ、シビック全体速かったっていうイメージもありますけどね。はい、で、300クラス、はい、レオン圧勝。まあ圧勝というか、もう本当にいわゆるインサイドワークがすごかったっすよね。特に篠原選手のあのピットインの提案っていうのは見事でしたよね。もうあれで勝負、もうこれで序盤で勝負あったって感じですもんね。あとはもうきちんと走れば勝ちっていう段階に、あの段階で持ってったあの篠原選手のね、ピットタイミングの決断っていうのは素晴らしいものがありましたね。もう本当にベストパフォーマンス賞も取ったんだけど、まあこの3人、まあ3人というか2人か、2人の中でって言われたら、まあ、間違いなく篠原選手になるんですよね。だからそれぐらい今回すごかった。はい、で2位が、初音ミクですね。で3位がリアライズと。まあこっちでやっぱりあれなのは、やっぱ RQ's 小山美希選手が予選だけじゃなくてね、決勝も素晴らしいレースをしたというのがね、ベストラップ多分あれですよ、18号車の小池選手より速かったんですよ確か。だよね、ここ乗ってるよね、ベストラップ。これそう、これ1分40秒616でしょ。で、これ RQ's のベストタイム1分40秒521だから、小池選手より速かったんだよね。これがね、やっぱすごかったね。で、あとは、ゲイナー Z 初ポイントですかね。初完走初ポイントかね。まあこっから来るんじゃないですか。もうだいぶね、いい感じになってきたので、まあもうドライバー間違いなく速いんで、あとはもうマシンがついてくる、これるかどうか、そのスピードにね。まあそんな感じだと思いますけども、はい、というわけで、まあ結果こんな感じですかね。で、優勝チーム、まあ改めて ARTA8 号車、多分20勝目です。通算20勝目で、2023年の第6戦スゴー以来、野尻大湯コンビですね、の時以来ですね。で、野尻選手は通算10勝目、松下信選手が3勝目か。で、大堀以来ですね、2年前の。アステモの時ですね。はい、で、GT300 クラスは、レオンが6勝目と。はい、で、ガモ選手はレオンでしか勝ってて、まあ、とにかく、ガモ選手の勝ちと、レオンのチームの勝ちは一緒なんだよね。はい、6勝目と。で、2020年第4戦モテキ以来、上位には来るんだけどね、勝ってなかったんですよね。なんかね、去年の岡山とかね、なんか勝ちそうだなと思ったんですけど、赤旗とか、セーフティーカーとかフルコースイエローのなんかそういうあやでちょっと、勝ちを逃した感じもあったんでね、まあ、今回、通算6勝目4年ぶりっすかね。はい、で、塩原拓郎選手は通算2勝目、3年前に
アウディに乗ってたんですよね、あの一つ山、その時以来ですね。はい、でポディウムは、2位が、GT500 はチーム国光、あれですね、スタンレー、表彰台46回目、で、ま山本選手が26回目、牧野選手13回目、で GT300 クラスはグッドスマイルレーシングが表彰台28回目、谷口信輝選手表彰台49回目、片岡選手が33回目と。で片岡選手 GT500 クラスが6回の、表彰台がありますね。国光は、開幕戦以来か。で、グッドスマイルレーシング表彰台2年ぶり。あ、意外に立ってなかったなと思って、去年立ってないんですよね。去年はね、惜しかったんですよね、あの第4戦の富士が非常に惜しかった、あのスピンがあったんでね。あとでいろんなタイヤ の雨降ったりなんだりで、タイヤの状況と路面の状況によって順位があのすごく入れ替わった面白いレースだったでしたけどね、去年の第4戦富士は。で、3位がセルモと。で石浦選手が表彰台20回目、GT300 クラスで5回の表彰台ですね。これはあのヤングガンズの時代ですね。で大湯選手が表彰台4回目、GT300 クラス2回あると。で石浦選手は、3年ぶりですか、九州以来で、大湯選手は去年のすごい以来で、GT300 クラスは近藤レーシング表彰台12回目、佐々木大輝選手、300だと3回目、500クラスで11回で、JP が通算11回目、500クラスは19回立っていると、2レース前の富士以来ってことになりますね。はい、で今回の GT500 クラスのペナルティ、はい、一つしかありませんでした、これだけです。でこれがまたちょっとね、変な話なんですけど、まあこのちょっとどんな感じか見てみましょうか。燃料リソリフターっていうのは燃料流量なので、はい、1時間にどのぐらいの燃料がエンジンに入るかっていう話なんですが、はい、つまり使える燃料が減ってくるってことですね、はい、まあ、だから燃費は必然的に良くなるんですよね、はい、ただ馬力はイコール全然出なくなる、今からうわっと一気に抜いてきますね関口すごいとこ抜いてきました、オールギリギリ、スボイが後ろから、そしてモチュールの後ろからがモデューロ、そしてマレリ、あ、キーパー入りましたよピット、はい、そして伝送が入ります、なので AU はこれで前が開けます、これ伝送は、はい、あーと、あ、いやいや、これはなんと伝送はドライブスルーペナルティですね、やはりストレート間での危険な追い越しということで、これドライブスルーです。そしてキーパー、はい、というわけでペナルティの理由ですね、はい、これブリーフィング資料決勝項目6っていう全く公開されてない資料ですね。で、まあ全く公開されてないんで、どんな内容なのかどんなお話なのかわからないんですけども、一応探してみたんですよ。で、そしたらあの岡山の、これ非公開資料ですけど、岡山のですねブリーフィング資料が見つかって、まあこれだと5になってて、走路外走行についてってのがあって、まあ、あの全てのセッションにおいて走路外走行を監視しますと、まあ、これはちょっと岡山なんでここは読みませんけど、走路外走行を繰り返す車両には、これをレースディレクター無線で警告しますと、それでもなお走路外走行を繰り返す場合には、審査委員会に報告し、タイムペナルティなどの、罰則が科せられる場合がありますというのは、これは岡山の場合ですね。だから富士の場合はもしかしたら違うのかもしれない。でも今回どうもなんか一発で食らってるようなんで、おそらくはもっと別のことが書かれてんだろうなっていうのは想像できるわけですよね。なので、実際どうなのかわからないけども、もしかしたらストレート区間で、危険な追い抜きをした場合はタイムペナルティーですよっていうふうなことは言ってるのかもしれない。だこういうのもね、なんかまあ公開して何が公開して損なのかってちょっと思うんですけど、まあ、公開した方がいいよな。だってこうやってわざわざ出すのにさ、こうこれこういう風なさ、こういう風なのわざわざ出すのにさ、なんでねこのルール自体が
公開されてないんだろうとは思いますけど、はい。まあ、というわけで一応、まあ、岡山から考えると何回か走路外走行あったのかもしれないなと思うけども、もしかしたら富士は別のルールがあるかもしれないというお話ですね。はい、次300クラスのペナルティー、これがねめちゃんこ多かったんですよ。黒白旗でこんなに出るってあんまりないような気がするんですよね。あのあれですよ、あの20年ぐらいのこうペナルティーをねざっと調べた経験から言うと、黒白旗がこんなに出たのはあんまりね、あの前例ないかなっていう気はしますけどね。まあ、だから本当に微妙なペナルティーというか微妙な違反行為が結構あったんだろうなっていう。ただ6号車に関してはあんだけ派手にぶつかっといて黒白かいっていうのはちょっとありましたけど、後ろから追突しといて、スバルの車壊しといてそれかいっていうのはちょっと思いましたけど、まあまあ、ここあの一応黒白で済んだっていう話ですよね。まあ、大滝選手とか結構あのね、22号車の前でいろいろ争ったりしたんで、もしかしたらそこでなんか、ぶつかったのかなっていうのと、まあ、22号車はこれ走路外走行、これ多分あれだな、これは和田選手かな、多分この時間的には。で平瀬選手走行マナー、藤波選手走行マナーで、ニコラス・クルって、どっかでぶつかってる、ロベルト・メリー、走行マナーで、藤波選手が2回目やったんですね。これ どっかでぶつかったらしい。ぶつかったんで黒白2回停止でドライブすると、これ痛かったっすね。これなかったらもしかしたらマッハポイントもあったかな。これはちょっともったいなかったっすよね。はい、で、今回取り上げるのは、はい、こちら、これ映像に残ってたからっていうことなんですけども、61号車ドライブスルーペナルティー、あまり聞いたことがないバイザー締め忘れと、それから空調服の着用っていう、あれですけど、ちょっと映像見てみましょうかね。でその3台のシビックの後キーパーまでがちょっと溝が空きつつあるので、これこのペースこの流れで持っていかれると、なかなかホンダ以外の、はい、まあ、トヨタ陣営、日産陣営は、おっと、一台止まってる。パシフィック V スポナック MG、 これピットに入り口ですよね。そうですね。うわー、どうしたんでしょう富林。これなんかトラブってピットに入ろうと思ったけれど、脱線で走ったらっていうことですか。あ、そしてなんとスバルが今入りましたよ。どうした、これはスバルがピットイン、まだ3周目、はい、トラブルを抱えてるのか。でもタイヤ変えるんだ。あ、でもなんか見てるな、左後輪見てます。右のタイヤ、右後輪タイヤ変えた。あ、こう、あ、接触、これひょっとしたら V スポ止まったのと関係してるんですかね、パシフィックとね。え、まあ、可能性ありますよね。ああ、あのディフューザーのところがかなり、はい、これは空力の影響を受けますよね。はい、というわけで、あまり聞いたことがないペナルティっていうことですけども、あのまずこれ、6号車がぶつかったんですね、追突したんですね。まあ結構派手に壊れちゃいましたよね。まあというわけで、まあ、あの左のどうもタイヤもパンクしたらしいですけどね、多分左のリアだと思いますけど、タイヤパンクしてる、後ろのディフューザーは壊れる、まあリアが壊れるっていうですね、結構大変な、ことが起きちゃったんですけども、まあそれのチェックをしたこの方ですね、この方が空調服を着てるんですよ。で、ここで空調服を着ている、ここが問題だったわけですね。はい、ルール上こうです、チームクルーのうち登録された7名の作業員ということで、腕章をつけっていうことで、まあ、ここに腕章があるんで、この方は登録作業員ですね。で、そこは何か着なきゃいけないかっていうと、 FIA と JAF の公認耐火炎スーツを着なきゃいけないっていう、はい、これどちらかというと、これ空調服を着てたということよりも耐火炎スーツを未着用だったことが問題じゃねえのっていう、これこういう場合って書き方あーでいいんだっていうのはちょっと思いましたけど、まあまあ事実何じゃ何着てたのって話になると、
まあ、これなんす、これ着てたよっていうのであればまあわかるかなというところですよね。はい、なので、これがペナルティの対象となったと。でもう一個ゴーグルって話があったんですけど、こっちの方見てほしいんですけど、これこ目線がこうで、ゴーグルがこの角度だったら多分ここでゴーグルつけてなかったんじゃないか、この人なんじゃないかなって気はするけど、ちょっと微妙、わかんない。だけどまあとにかく誰かがつけてなかったんでしょうねっていう、まあ、これもダメで、これか、粉塵または飛来物から適切に眼球を保護できるメガネまたはゴーグル着用が義務付けられるって書いてあるんですよね。はい、なので、これがペナルティだったということで、今回ですね、ペナルティオブザデイこれにしました。珍しいっていうのが理由です。あんまり聞いたことがない、これに関しては。個人的には前例はあまりないと思ってます。うん、まあよっぽど急だったんでね、これね、まあぶつかった箇所がどっかわかんないんですけどね、まあかなり急に入ってきたの来たんだろうなっていう。まあそれにしてもスーツは着てなきゃまずかったですよね。はい、まあ珍しいペナルティということで今回ペナルティをぶつけています。はい、で300の予選方式変更されたんですけど、その話は、8日の配信って、これもう今日8日なんで、早ければ9日てか早ければもう8日の配信同時に、アップするかもしれない。はい、そんな感じでございます。はい、というわけで、2024スーパー GT 第4戦富士のペナルティ解説でございました。いいと思った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。